皆さんこんにちは。柔道選手としてオリンピックで2回、世界選手権で7回の金メダルを獲得し、やわらちゃんの愛称でも有名な谷亮子さん。引退後の2010年からは国会議員としても活動をしていました。そんな谷さんですが、最近はあまりメディアなどで見かける機会が少なくなりましたが、現在はどのような活動をされているのでしょうか。また柔道での素晴らしい経歴に隠れていますが、父親やお兄さんには黒い噂があり、それが原因で谷さんは国民栄誉賞が取れなかったとも言われているほどです。今回はそんな谷亮子さんの経歴や親族につきまとう黒い噂の真相と、たびたび出てくる夫の谷義知さんとの不仲についてお話ししたいと思います。谷亮子さんのプロフィール。名前谷亮子、旧姓田村、愛称やわらちゃん、生年月日1975年9月6日、出身地福岡県福岡市、身長146センチ、体重48キロ。谷亮子さんの経歴。1975年に福岡県で生まれた谷さんは、福岡市立城浜小学校の2年生の時に、4歳年上のお兄さんの影響で東福岡柔道教室で柔道を始めます。柔道以外にもピアノと書道と乗馬も習っていましたが、ピアノの先生にピアノには五輪はなかとと言われたことをきっかけに柔道に専念するようになったそうです。それ以降はめきめきと実力をつけ、学生時代は入賞は当たり前で毎年のように優勝をしており、最優秀選手や代表選手にも選ばれています。その後の活躍は皆さんもご存知の通りで、世界選手権7連覇、全日本体重別11連覇を含む14度の優勝や、福岡国際11連覇を含む12度の優勝を果たし、オリンピックでは2個の金メダル、2個の銀メダル、1個の銅メダルと、出場した5大会すべてでメダルを獲得するなど圧倒的な戦績を誇り、女子柔道界に大きな貢献をした柔道界のレジェンドの一人です。最高で金、最低でも金、田村でも金、谷でも金などの数々の名言も残し、後者は流行語大賞にも選ばれました。2018年には女性としては異例の飛び昇段で6段になっています。親族につきまとう黒い噂。そんな素晴らしい実績を残している谷さんですが、父親やお兄さんの黒い噂が絶えないことはご存知でしょうか。谷さんの父親は一般人の方で、若い頃はタクシー運転手をしていたそうですが、長続きせず、やがて地団屋と呼ばれる交通事故の時に互いを仲介するような仕事をするようになったそうです。その後保険金詐欺で逮捕され、一度は釈放されますが、保釈中に違法ギャンブルに関わり再び逮捕されてしまいます。また柔道の遠征費用のために高利貸しに借金をしたこともあったようで、その時に作った借金がまだ残っているという噂もあります。さらに反社の構成員だったという話もあり、つながりも含め週刊誌で何度か取り上げられています。柔道選手時代はトヨタ自動車に所属していた谷さんですが、その時のトヨタの関係者が、谷さんは最近柔道の大会にも出ず、トヨタの広告塔にはなっていなかった。このため費用対効果の面から、こちらは契約金の減額を提示していたのですが、谷さんサイドはそれを飲めないと主張していました。何でも家族のためにお金が必要だとか、とにかく資金的にかなり困っているようでしたとコメントを残しています。また谷さんが国民栄誉賞を受賞するに十分な活躍をしているのにもかかわらず受賞できなかったのは、この父親の件が影響しているのではないかと言われています。ただ2003年には日本の栄典の一つである紫綬褒章を受賞されています。ちなみに谷さんが柔道を始めるきっかけとなったお兄さんですが、小さい頃から何度も補導されるような少年だったようで、2005年には違法薬物で逮捕もされています。この6歳年上のお兄さんですが、実は腹違いの兄弟で、
父親が谷さんの母親と結婚した際にはお兄さんの存在を隠していたようで、その影響で子供の頃は親戚中をたらい回しにされたそうです。2003年の谷さんの結婚披露宴も欠席していますので、もしかするとほぼ絶縁状態なのかもしれません。政治家への転身も。2010年3月末日付でトヨタ自動車のスポンサー契約が終了し、約2ヶ月後に参議院選挙に出馬を表明、当選をした谷さん。小沢一郎さんと行動を共にし、小沢ガールズと報道されていたことを覚えている方も多いのではないでしょうか。はじめは柔道家との両立をするつもりだったようですが、国政でのスポーツ振興に全力を注ぐことを優先したことで、2012年のロンドン五輪への代表選考試合への不参加を表明し、柔道家引退と報じられました。6年の任期を終えた後は出馬をしないことを小沢さんに伝え、柔道家への復帰をしています。実はこの政治家転身も父親絡みの借金返済のためと噂をされています。それは2015年の収支報告書に554万円の人件費が計上され、そのうち494万円が政治活動の実態のない父親に支払われており、収支報告書の虚偽記載として政治資金規正法違反の疑惑が発覚し、谷さん本人もこの疑惑を否定しなかったという不祥事を起こしています。推測や噂の息は出ませんが、この不祥事も氷山の一角で、6年一期で再出馬しなかったことなどを考えると借金返済のためだったのかもしれません。谷さんの不倫疑惑。2003年12月に谷義知さんと結婚をされた谷良子さん。義知さんはオリックスバファローズや読売ジャイアンツなどで活躍をされ、アトランタとアテネ五輪では日本代表として選出された名選手です。現在は野球評論家などを経て、2021年からは社会人野球の東芝のエグゼクティブアドバイザーに就任しています。お二人の出会いは1996年のアトランタ五輪で、当時は義知さんが良子さんのファンで、合宿所で彼女を見つけた際に一緒に写真を撮ってもらったことがきっかけだそうです。義知さんは良子さんのことを、僕の理想の女性と表現していたといいます。しかしすぐに交際が始まったわけではなく、4年後に交際へ発展し、2002年に義知さんからプロポーズをされ、翌年に結婚をされています。当時は大物スポーツ選手同士のカップルということで大きな話題となりました。そして2005年には第1子の男の子、2009年には第2子の男の子が生まれています。その一方で谷良子さんには2度の不倫報道がありました。最初の報道は2012年に施設秘書だった男性で、永田町ではやわらちゃんと施設秘書の M 氏がただならぬ関係に陥っているとの情報が流れていると報じられました。泊まりがある地方出張には必ずと言っていいほど M 氏が同行していたそうです。同じくらいのタイミングで谷さんの当選当時からサポートしてきた大ベテランの女性政策秘書が事務所を辞めています。谷さんの父親が事務所運営に口出ししたり、党本部にもっと娘を表に出せなどと電話してきたりするのに嫌気がさしたというのが表向きの理由でしたが、谷さんが M 氏と親密な関係になってからはこの政策秘書の言うことを聞かなくなっていったそうです。二人は事務所内でも関係を隠さないような言動をしていたため、政策秘書がたしなめたところ、谷さんは止めるどころか怒ったそうです。結果政策秘書も辞めてしまい、不倫疑惑も報道されたということです。その3年後の2015年3月には2回目の不倫疑惑が発覚。今度のお相手も同じ秘書で A さんと言います。 M さんは疑惑が浮上した直後に彼女の秘書を辞めて別の女性と結婚しています。その後 M さんの代わりにスタッフに加わったのが A さんでした。彼は30代前半のダルビッシュ似の超イケメンなんです。
実は谷議員、今回の報道はイケメンの A さんと噂になったことが嬉しかったようで、ご機嫌みたいですよ。また彼女がいつも秘書を選ぶのは、四六時中一緒にいられるし、噂になっても仕事と言い逃れできるからなのかもしれませんね。と、ある政治部の記者によって報道されています。政治家になってから味を占めたのか、政治家になったから報道されるようになったのかはわかりませんが、二度の不倫報道は谷さんのイメージダウンにつながってしまったことでしょう。夫、義朝さんとの不仲の噂は、二度の不倫疑惑や、また2015年には義朝さんとの別居中に起きた報道ということで、世間やマスコミからも離婚かという声が多く出たお二人ですが、現在も離婚をしたという報道はありません。特に二度目はバファローズへの移籍が決まり、大阪への引っ越しについて揉めたそうで、そのことも離婚報道のきっかけになったのでしょう。当時のバファローズ関係者は、谷選手は残り少なくなった選手としての姿を子供たちに見せたいと考え、都内の自宅を売却して一家4人で関西に移り住むことを望んでいましたが、涼子さんは東京にいないと議員活動ができないと拒否したそうですと語ります。結局大阪へは義朝さんが単身赴任という形になったようで、この別居によっても報道が過熱したと思われますが、お子さんの学校の都合などもあったことでしょう。その後は義朝さんが現役を引退されたことによって家族と過ごす時間が増えたそうで、現役時代にはできなかった長野や山梨に家族で旅行に行ったり、一家で買い物に出かけたりすることも増えたそうです。二人の息子さんは柔道？野球？野球の名選手だった義朝さんと日本柔道界のレジェンドの谷さん、野球か柔道に進んだらどんな選手になるんだろうと思われた方も多いと思いますが、お二人の息子さんはアイスホッケーをされているようです。近くにあったアイススケート場でたまたま見たアイスホッケーに興味を持ち、アイスホッケーにのめり込んだ結果、そのまま明治神宮外苑アイスホッケークラブに所属しているそうです。ただ次男は最近野球も始めたそうで、柔道に関しては誤審の意味合いも含めて受け身は教えられているとのことでした。スポーツの才能には長けていると思いますので、周りのプレッシャーなどに潰されることなく成長していってほしいですね。谷さんの現在は、そんな谷さんですが、現在は息子さんたちの子育てを中心に生活をしているそうで、お仕事はセーブされているようです。ただスポーツ関連のテレビ出演や単発のお仕事についてはスケジュールが合えば受けているという形で、お子さんを優先にしているそうです。アイスホッケーは遠征なども多いようで、谷さんも引率したりサポートをしたりで忙しい毎日を送られているようです。いろいろな報道や噂がありますが、ご家族で幸せに暮らしていらっしゃるのであれば何よりだと思います。お二人のお子さんの成長にも期待をしたいですね。